感謝して心を込めて歌いたいと思います。はい、超売れ大門座申します。お笑いコンビではございません、真剣に歌を歌って。どこから来たんだよ。はい、あ、神奈川から。と神奈川と東京です。はい、東京から参りました。はい、はい、お笑いコンビではございません、真面目に歌を歌っているユニットでございます。はい、熱く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 皆さんに会えた喜びを歌いたいと思います。ありがとう。出会えたことありがとう。即興ソングになります。出会えたことありがとう、あなたの笑顔に出会えたこと、心から感謝の思い伝えたいよ。ねえ、あなたに会えるってすごい奇跡じゃない？だってこの広い地球にすごいたくさんの人がいる中でここにみんな集まったんだもん。こんなに眩しい笑顔の一人一人、たくさんの人生道をたどってきた尊い人、曲がりくねった道もまっすぐな道も、それぞれが尊く歩んできた。あなたの優しさはそんな人生道から来ているんだね。優しさは心思いやり、友情それは目に見えない宝石のようなもの。情熱大陸、火、あなたの心の中にある燃えるような思い、それはあなたを突き動かす熱い魂、燃える心。心の中にふつふつと浮かぶこの想いは何だろう。そう、あなたの優しさは心思いやり、きっときっとこの時代を変えてゆくよ。はい、ありがとうございます。ピアノ炎の即興ピアニストヨッシーさんです。はい、この道を運命、はい、ひたすらピアノと共に歩んできた人生です。3歳からピアノを始め、そして今、運命、はい、私と同じ自称19歳なんですけどはい、ありがとうございます。皆さんと同じですねはい、はい、楽しんだもん勝ちということでですね、もう一曲歌わせていただきます。はい、最後の曲になりました。皆さんに会えたこと心から感謝して歌いたいと思います。恋の滝登りという曲になります。時代の恋よ、逆境に負けることなく、この時代を切り開いていこう。時代の一人一人来いよ。時代の恋よ、逆境に負けるな、この時代を切り開く、一人一人が尊い存在。